子猫の地位が始まるよ。みっかみがみごみごおみっかみがみごみご。かっけえなディプロ。お？どうしたんだ？腹が減った。俺も。でもどうすんだ？この辺食べ物なんかなさそうだぜ。こっち。そんな時はな、流れに身を任せるのさ。身が？ジタバタしたって仕方ない。やめておくんだ、こっち。え？そいつはあまりおいしくないよ。食べたことあるんだ。なんだ？もしかしてお腹が空いてるんじゃないの？じゃあね、またね。ディプロってすげえな。ミガ、どうしたんだい？ディプロ、チーみたいだ。チー？あいつもよくそうやってたんだ。ポンポン。そんなぐうたらなことするのあいつだけだと思ってたぜ。君はチーのことが大好きなんだね。え、まあな。チーは今どこにいるんだい？どうせお家だろ。ん？お、やった！水だぜ！ディプロ。やめときな。お前らが叶う相手じゃねえ。元気そうだな、ディプロ。久しぶりだね、親分。僕と同じ旅猫なんだ。はあ、彼らには会えたかい？いや、まだだ。彼ら？お前さん、ディプロの連れか？まあな。珍しいな。え？あいつは一人が好きだからな。そうなのか？よっぽどお前さんのことが気に入ったんだろ。お前さんもその小さな体で旅猫になるなんざ、よっぽどのことがあったんだろう。俺は別に。悩みがあるならディプロに話してみな。そうだな。あいつは変わり者だけどな。さようなら。あばよ。お気をつけて。
どうかしたのかい？お家ってさ。ん？なんだい？誰なんだ？彼らって。さっき親分と話してただろ？ああ。昔一緒に暮らしてた人間たちだよ。え？ディプロも人間と暮らしてたのか？首輪。君にも一緒に暮らしてた人間がいたのかい？いねえよ、そんなやつ。俺にはお家なんかねえ。昔、僕は人間の仲間と暮らしてた。二人は夫婦で、とても仲が良くて、いつも優しかった。でも、ある日を境に、二人の様子が変わった。家の中のものが、だんだん減っていったんだ。どうやら彼らは遠くへ行くらしい。その時、僕は逃げ出してしまったんだ。そしてしばらく家で待っていたが、それ以来彼らには会えていない。あの日、なんで逃げ出してしまったんだろうな。ディプロ。ん？お家ってどんなとこだ？居心地のいい、とっても幸せな場所だ。とっても幸せな場所。だから、シロシロは来なかったんだ。シロシロ？俺の弟、人間に連れて行かれた。それで？ずっと待ってたんだ、俺。でも、シロシロは来なかった。お家で幸せに暮らしてたからさ。水もご飯もたくさんあって、ふかふかの寝床もあって、新しい家族と一緒で。それはよかった。は？シロシロはお家で幸せになったんだ。なんだよそれ。俺はずっと待ってたんだ。そうだね。なんだよ、偉そうなこと言いやがって。こっち。結局お前らにはお家があるんじゃねえか。俺にはな、生まれてからずっとそんなもんあった試しがねえんだよ。こっち、落ち着くんだ。こっち、ついてくんな。どうして逃げる。ついてくんなって言ってんだろ。危ない。みんな、こっち。ディプロ、ディプロ、ミガ。いた、ディプロ。大切なのは、よく観察することだよ。
ヒララを狙う強敵が現れたって。よし、守るんだ。次回、チーとヒララと泥棒猫。飛べ、チー。にゃー、あっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。